こんにちは、豆腐と言います。今回は日向がブラジルへ渡り、及川さんと出会ったところから話したいと思います。前回は日向がメインだったんですけれど、今回は及川さんにスポットが当たりそうです。及川さんは海外に行くまでの心境や経緯を語っていました。それでは今回もどうかお付き合いください。一瞬高校時代の描写が入ります。春高予選前のある日、近大寺国見の会話、及川さんのあの話が本当かどうか、二人とも驚きを隠しきれない。この会話、コミック11巻第97話のシーンでした。ずっと謎に伏せられていた答えがやっと明かされます。なんと及川さんも海外を決意していました。そして時は過ぎ、大学生になった近大寺国見、 LINE でやり取りしています。またしても驚きを隠しきれないようですね。でもそれは無理もない。急にこんな写真来たら驚くしかない。ノリがまだ高校生で好き、久しぶりの再会とは思えない表情をしている。この情報、影山にも届きます。影山はすでにプロになっているようです。固まっちゃって理解に苦しんでるの可愛いですね。そこで助けを求めるようにすっと画面を向ける。この人物、まさかの牛島若俊。なんと2人同じチームでバレーしました。影山のトスから牛島のスパイク、想像しただけで恐ろしいです。そんな天才たちが言葉を失う、見なかったことにしようみたいな無言のやり取り好き。でもやっぱり一番驚いたのは当人たちと思う。日向はビーチの修行にブラジルに来た。及川さんは違ってアルゼンチンでプレーしてるみたい。日向のような海外修行ではなく、正式にアルゼンチンに拠点を置いて活動していた。今回はプライベートでブラジルに寄ったらしい。どうしてアルゼンチンなのか。日向はイタリアとかをイメージしていた。及川さんはイケメンだからイタリアってイメージだと思う。でもこういうの自分から言ったらダメですよね。相変わらず残念なイケメン、及川通る。そんなこんなで一緒にご飯に来ました。手を合わせていただきます。二人とも礼儀正しい。海外でまさかの再会、話に花が咲きます。日向が影山の試合を見ているかと聞くと、ないと答える。しっかり見てるようですね。あの時の影山に似ている。稲荷崎戦、日向のナイスレシーブを見てないと嘘をつく影山、確かに似ている。絶対目が左に寄るんですね。話は変わって、どうして及川さんはアルゼンチンに来たのか、少し昔話をします。小学生の頃、岩ちゃんと試合観戦に来ていた。日本対アルゼンチンの試合、当時アルゼンチンはスターの卵エースと言われる注目の選手がいた。序盤活躍してたけど、中盤から調子を落としていった。日本戦もいまいちで、そろそろ交代って時にセッターが変わった。当時38歳のベテランセッター、終始穏やかでエースに集めすぎない。そして打ちやすいセッティングで決めるところは決めさせる。スターは調子を取り戻して、なんと最多得点。会場は若手スターの復活に沸いたそうです。会場の多くはその選手に目がいったようですが、及川さんは違ったらしい。エースをひっそり立て直して、あっさりコートを去っていったホセブランコ、そのセッターに目を奪われた。ここの及川さん素敵ですよね。花のあるスパイカーではなく、花を添えるセッターに惹かれる。何よりこの幼い年で派手さのないセッター像に魅了される感性、思いが溢れてサインをお願い。言語は違うけど、ブランコ選手も意味は通じたようです。しかし残念なことに、もう色紙がない。1枚100円の色紙を2人で買うの可愛いですね。もう俺が100枚くらい買ってあげたい。結局色紙ではなく、サポーターに書いてもらいました。そして俺もセッターになりたいと宣言。及川さんっていつも余裕をまとっている印象だけど、憧れの選手を前に余裕がなくなっているのいい。対してブランコ選手、振り絞った言葉が頑張り。惜しいやけど、惜しいからこそ頑張った感が伝わる。少年の心をつかむには十分だったみたい。岩ちゃんは間違って洗うに一パピコとフラグを立てます。そしてちゃんと回収。先般はお母さん洗っちゃったみたい。悪かったと反省してるけど、まだ読めると悪あがき。読める読めるがいいですね。及川さんからすると、そういうことじゃない。最初で最後の登場なのに、ちゃんと爪痕を残した及川母ちゃん。このホセブランコという選手、なんと日向も日覚えがあった。数年前まで監督をやっていた。そしてなんと及川さんは高校の時に面識があるという。当時及川さんはバレーを続けるか迷っていて相談しに行った。しかし及川さんは迷ってるがポーズで、心では続けると決めていたようです。そしてこれがポーズとすぐに見抜かれた。このシーンもかなり前ですね。春高予選、カラスノ対成城戦の回想シーンです。あの時は謎の人物でしたが、及川さんが憧れたホセブランコだった。自分の力の上限をもう悟ったというのか、技も体も精神も何一つ出来上がってないのに、自分より優れた何かを持っている人間は生まれた時点で自分とは違い、それを覆すことなど、どんな努力、工夫、仲間を持ってしても不可能だと嘆くのは、全ての正しい努力を尽くしてからで遅くはない。結構辛辣ですよね。相手は高校3年生、もっと優しい言葉をかけてもいいと思う。しかしもっと厳しいことを放ちます。ただ自分の力はまだこんなものではないと信じて、ひたすらまっすぐ道を進んでいくことは、自分は天才とは違うからと嘆き、諦めるよりも辛く苦しい道であるかもしれないけど、どっちやねんって感じ。前半はお前はまだやる、もっと頑張れって内容。
でも後半はその道は茨の道で辛いかもと脅しのような内容、背中を押すわけでも引き止めもしない。それでもこの笑った表情、こいつならきっと茨の道を選びやり遂げると信じてそうな表情。もしかしたらブランコ氏も及川さんのように苦悩した時期があったのかもしれない。だから昔の自分を見ているようで楽しそうに笑ったんでしょうか。この時及川さんはこの人から学ぶと決めたホセ・ブランコの献身的なセッター像が礎になっていたようです。翌年からアルゼンチンに戻ったブランコを追ってここまで来た。いくら及川さんでも海外は覚悟がいるでしょう。それでも日本を飛び立った。それは行きたい場所はどうせ変わらないから。日向同様及川さんも遠くを見据えていた。プロとか日本代表じゃなくておそらく世界を見据えている。ここで少し場面を変えます。このシーンについて語らせてください。春高予選でカラスに負けた後、及川さんと岩ちゃんのグータッチシーン。岩ちゃんのセリフも感動しましたが、僕が気になっているのはここですね。ワンシーン前のやりとり。多分お前はじいちゃんになるくらいまで幸せになれない。岩ちゃんが皮肉のような発言。それは完璧に満足できずに一生バレーを追っかけるめんどくせえやつだから。褒めながら悪口を挟むのさすがです。それで、ここですね。僕が語りたいのはこのセリフです。でも、迷わず進めよ。これがさすが相棒岩泉と思ってて、多分及川さんが迷ってたこと、岩ちゃんだけが気づいてたんだと思う。バレーを続けるか、海外に行くか、心で決めていたとはいえ、完全に迷いを拭いきれてなかったと思うし、不安もあったでしょう。及川さんは今までの傾向からしんどくなっても周りを頼りません。その心境を誰かに話しません。その度に岩ちゃんが察して伝えてくれました。及川さんが崩れそうな時、その些細な機微を察知して岩ちゃんが伝えるというシーンが多々ありました。今回もそうだと思う。岩ちゃんだけがその心境に気づいていた。だからここで迷うなという言葉が出てきた。迷ってない相手に迷うななんて言葉出てこない。そしてまた背中を押します。お前は俺の自慢の相棒で超すげえセッターだ。この先チームが変わってもそれは変わらねえ。この及川さんの表情、迷いが晴れたような表情、これ勝手な僕の見解なんですけれど、ブランコ氏に相談に行ったあの時、これくらい強く背中を押して欲しかったんじゃないでしょうか。だって及川さんの中でバレーをやることは決まっていて、迷っているのはポーズなんですから。たまに我々でもありますよね。相談という体で話し始めて、実は自分の中でもう答えが決まっていて、背中を押す一言が欲しいだけ。聞いてる側としてはちょっとめんどくさいパターン。でもこれくらい強い言葉を及川さんは欲してたんじゃないでしょうか。もしかしたらこれでより強く海外への決意が固まったのかもしれません。でも戦う時は倒すと付け加える岩ちゃん。最後まで素直じゃない。でもこれがアウンコンビ。幼少期から重ねてきた拳。これまでの奇跡があるから岩ちゃんも及川さんの心境を察知できたんだと思う。これこそまさに相棒。なぜ番外編にしたのか理解できないくらい感動的なシーン。そんな経緯があった及川さん、人知れず苦悩していましたが、今となっては海外に慣れている様子。日向がビーチに沿います。結構夜遅くまでやっているみたい。偉くなったなというこの余裕面。次の瞬間これです。ざまあ見ろ。やはりバレーとビーチバレー全然違うようです。日向が優越感に浸る。正直すぎて可愛い。及川さんと違って日向は海外に来たばかりでまだまだ難航しています。ビーチはうまくいかない。同居人は冷たい。さらに今日は財布をなくしました。災難だった今日、一瞬へこんだようです。僕は一瞬かよと思いましたね。もっとへこめようと思ったし、人によっては帰国まで考えてもいいでしょう。でも日向は一瞬へこんだだけですぐに行動した。だからこの出会いがある。そして超元気が出たみたい。異国の地で知ってる人、言語が通じる人、何より自分と同じような突飛の行動をした及川さん、同じ挑戦者がいて嬉しかったでしょう。そこへ現地の人、ジャッキー・チェンと言われて試合を申し込まれる。どうやら中国人と思ってるらしい。だから訂正、俺たちは渡辺謙。中国人ならジャッキー・チェン、日本人なら渡辺謙。この思考よくわかりませんが、売られた喧嘩を買うスタイルは好きです。日向翔陽、及川徹、夢の共闘。日向と及川さんに絡むこの二人組、ビールをかけた試合を申し込む。地元では有名なビールおごらせブラザーズと呼ばれている。ネーミングそのままで普通にダサいですね。自信満々の及川さん、得意のサーブを披露。ジャンプサーブ、ただの観光客ではありません。しかし風に流されてボールと仲良く着地。ビーチバレーの洗礼を受ける。そして風に喧嘩を売る。日向はここで及川さんが面白い人と初めて知ります。我々はすでに知ってましたね。及川さんが面白くて残念なイケメンであることを。
なぜか読者が日向に優越感を抱く不思議な現象。次は相手のサーブ。及川さん砂に苦戦しながらも何とか上げます。風を考慮した日向のトス、何とか攻撃につなげますが残念ながらアウト。ビーチはオーバーのルールが厳しいようです。すぐにドリブル判定されたり持ちすぎてもダメ。それを考慮した及川さんのトス、さすが本業セッター本領を発揮と思ったらネットに近いみたい。なかなかうまくいきません。結局ボコボコにされてビールをおごりました。今日のビーチはさすがに終わりです。連絡先を交換する2人、帰り際及川さんが尋ねる。そこそこレベルを上げたのにそれを1回横に置いてまたレベルを1から始めるって辛くないかい。よく聞いてくれました。それは我々も日向に来たかったですね。遠くを見据えてのビーチと思いますが、それでも遠回りな可能性は十分にある。何よりまた1からっていうのがしんどい。でも日向はレベル上げが好きだし、できなかったことができるようになる。この感覚は何回でも楽しい。言ってることはわかるけど実際に行動に移せるのはやっぱりすごい。対して及川さん、ふーんと含みのあるような返事。これについて後に触れます。家に帰った日向、同居人のペドロは相変わらずイヤホンをしていて仲良くなりそうにない。その時何かに気づいた日向、慌てて部屋に戻り何かを取ってきました。手に取ったのはワンピースのコミック。誰が好き？俺はゾロ。どうやらペドロワンピースが好きなようですね。ペドロ出航。どうやら好きなキャラが多すぎて一人に絞りきれないみたい。これ僕の動画のコメント欄でもよく見ます。配給はみんなが主人公で一番が選べない。そんなペダロ、日向は研磨タイプと判別。研磨の一番好きなゲームを聞いたことがありました。こういうバレー以外の超雑談って意外と珍しいですよね。結局研磨は一番好きなゲームを決めきれませんでした。お返しと言わんばかりに日向に質問。地球最後の日に何が食べたいか。返しの質問としてはセンスあると思いますが、即答する日向に撃沈。アニメという共通の趣味をきっかけにペドロと仲良くなった。ペドロはワンピース以外になるとヒロアカも好きみたい。日本のアニメって海外でも人気と聞きますが、配給もそうであってほしいです。日向、本来はこの日災難ばかりでした。財布もなくしてへこんでたけど、及川さんとも出会えてペドロとも仲良くなって笑顔で一日を終えます。ちなみにこんなおまけページ、タイトル準備。実はペドロ極度の人見知りだった。日本人のルームメイトが近日に来るけど、イケメンのスポーツマンと事前に聞いていた。多分ペドロはゲームや漫画が好きな研磨タイプだから友達になるのは無理と決めつけてたみたい。この時のペドロに言いたい。安心してほしい。お前に似てる研磨、ひなたとめっちゃ友達だからきっと仲良くなる。でも念のために会話の練習、けなげで可愛いです。そして後日再戦、バーサスビールおごらせブラザーズ。ひなたたちはバッドサイドからスタート。ビーチは風上側をバッドサイド、風下側をグッドサイドというらしい。その不利な形勢で風の動きを読みボールを捉えます。できたとレベルアップをかみしめる。とても楽しそう。次は及川さん、風味方相手コートを全把握。及川さんはもともと洞察力に優れていました。観客はネットから遠いと感じますが、ボールは吸い込まれるように日向の手のひらへ。及川さんもできたとレベルアップをかみしめる。これまでにない鮮やかなスパイク。以前及川さんが言ってました。チビちゃんにいつかトスを上げてみたい。飛びょうが振り回されるのもわかる。このセリフが実現しました。日向と及川さんのハイタッチ、無邪気な笑顔が素敵です。そして及川さんのトスに日向が感銘を受けている。以前の自分のトスと比べます。日向的には手応えのあったトスだけど、スパイカーが打ちづらかったら意味がない。対して及川さんのトスには全部あった。味方と相手と風全部考慮してトス。次を最大限に考えている。やっぱり及川通る化け物のようですね。ここ最近の及川さん、笑えるシーンが多かったけど、スパイカーに打ちやすいトスを供給するこの技術、コートを把握する洞察力、これが根源だからインドアだろうとビーチだろうと実力を発揮できる。やっぱり大王様すげえと感心する日向の後ろで、俺のジャンフローとふざけてる及川さん、ちょっと褒めるとこれですね。及川さんってどこに行っても何でも華麗にこなす、そんな印象があるけど実はそうじゃなかった。海外に来て最初は苦戦していた。日向同様バレーがうまくいかなかったり言語の壁があったようです。苦しくなきゃ頑張ったことにならないって思い込んでるみたいなところもある。この表現、さっきの発言とつながってると思います。日向のレベル上げに対する返事、日向はレベル上げがしんどいけど楽しいと答えました。それを自分に言い聞かせないと意地悪そうに指摘。多分及川さんが言いたいのは、そう思わなきゃやってられねえよなってニュアンスじゃないでしょうか。海外での修行はしんどい、しんどいけどレベル上げ楽しいって自分に言い聞かせないとやってられない。苦しいけど苦しくないと頑張ったことにならない、そう思い込まないとやってられない、そう自分に言い聞かせるほど辛かったかもしれない。そんなに苦しいのにそれでも続けてきた、原動力があったみたい。そんなことはお構いなしに、楽しいが来てしまうから。来てしまうという表現がいいですね。苦しいと楽しいの狭間で揺れてるのが伝わる。楽しいが引っ張ってしまう。小さい頃から続けてきたバレー、このできたという瞬間、この瞬間が訪れてしまう。どれだけ苦しくてもバレーボールは楽しいと忘れては思い出す。子供のように笑う及川さん、笑顔が眩しい。
ここで日向が原点回帰。バレーボール、ボールを落としてはいけない、持ってもいけない。だからこそバレーボールはつなぐ球技。その上でビーチバレーは仲間が一人。ここで仰々しくつなぐという言葉が描かれます。この言葉は配球が始まる最初の一コマ、そこで一番主張された言葉。最初読んだ時は何当たり前なこと言ってるのって軽く読み飛ばしてたけど、今改めるととても深い。二人だからこそこの言葉がより鮮明になる。この根幹にもう一度触れる日向。ビーチならでの環境で感性を磨き日本へ帰国する。今回はここまでにしようと思います。本当は早くプロ戦語りたいんですけれど、もうちょっとビーチ編続くので気長に付き合ってもらったら嬉しいです。今回話した中では及川さんの心境が好きです。いつも余裕そうだけど実は苦悩していて苦しんでますよね。この泥臭くもがき続ける生き様がかっこいいです。そしてそれを冴える岩泉はじめ、ここのでも迷うなという発言。今回はこの発言について勝手に想像を膨らませたんですけれど、ちょっと膨らませすぎたところもあるので、あくまで個人的意見として寛容に聞いてもらえたら嬉しいです。あとこの前の動画のコメントで質問があったので、ちょっとここで返答しようと思います。トウさん、いつも配球愛の詰まった動画最高です。ところで北さんが最推しのようですが、他にも好きなキャラいますか？トップ5くらい知りたいです。こういう質問めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。僕ですね、一番好きなキャラはダントツで北新介っちゃけど、いわゆる二推しみたいなのが定まってなくて、二推し枠が6人いるんですよ。なのでこの6人を回答させていただきます。月島、研磨、シラブ、高麗、昼神、サクサ。これが今のところ二押し枠ですね。特にサクサは大人編で好きになったキャラで、多分次の動画はわかんないんですけれど、近いうちに動画で語ると思います。なんかね、語りに熱が入ってサクサだけで一本終わるんじゃないかっていう嫌な予感がしてるんですよね。皆さんの好きなキャラとか他にも質問とかあったらコメント欄で教えてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。